令和元年11月2日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019関西アメリカンフットボール選手権大会クリスマスボールトーナメント1回戦立命館森山高校対箕面自由学園の一戦が行われます。試合開始16時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。左側手前側バックスタンド側になります。ホワイトのユニフォームが立命館森山高校滋賀代表です。奥側カラーメインスタンド側になります箕面自由学園は大阪からの代表です。箕面自由学園キックオフ立命館森山リターンで試合が始まります。中央へのランプレー、しかしここでボールをファンブル。このファンブルをしたボールを抑えたのは箕面自由学園、したがって攻守交代、ターンオーバー。立命館ナイスゲーム。クォーターバック10番オプションプレーのキープを試みましたが、これはアジャストされノーゲイン。ファーストインターセプト。クォーターバック11番パスを通しましたが、これをチップされ、そのチップされたボールを受け取ったのは実で箕面自由88番。インターセプトで攻守交代、ターンオーバー。クォーターバック10番80番にパスを通しファーストランです。箕面自由キュービードロー。立命館ナイスゲーム。ナイスバック84番コストを受け左オープン狙いましたが、これを立命館13番がチャージしロス。立命館ファーストダウン。ナギバック26番ハンドオフから地を突破、ファーストダウン獲得です。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック11番右ローラウドからワイドレシーバー18番にパスを通しファーストダウン獲得です。キックレングス25ヤード、キック成功、3点獲得。立命館、立命館森山3点、箕面自由学園0点。箕面自由リターン。18番このキックオフをキャッチし、そのまま左サイドラインを駆け上がり、相手タックルを振りほどいてそのまま独走、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。箕面自由学園6点獲得。パス不成功。
パス不成功、失礼、パスインターセプトです。ターゲット22枚のパスは、しかしこれは箕輪自由学園がキャッチ、攻守交代です。ターンオーバー、箕輪自由学園スロットワーク19番モーションからジェットモーションスイープで左オープン展開、大きく前進、ファーストダウン、このキックは失敗、無得点、したがって攻守交代です。ターバック11番ワイドレシーバー16番にパスを通し、ファーストパス成功、ファーストクォーターバック11番 QB スニークタッチダウン、クォーターバック11番そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、立命館6点獲得。ロングゲイファーストクォーターバック10番 QB ドロー、相手タックルを縫うように走り大きく独走、ファーストフラット、フィールドゴール失敗、ここで前半の時間がなくなりました。前半終わりまして立命館盛山10点、箕輪自由学園7点、立命館リードで後半戦に移ります。ワイドレシーバー80番モーションからハンドオフを受け右オープン展開、ファーストダウン獲得です。ファーストアウト、タッチダウン、ワイドクォーターバック10番プレイアクションからロングパス、ターゲット80番これを競り合いながらキャッチ、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、箕輪自由学園6点獲得。プレーナンバー3-25、立命館サーダウン18、ボールオン自陣10ヤード。パス成功、ファーストダウン、リバースプレー、ファーストダウン、立命館フリーフリッカー、ダブルリバースからのクォーターバックロングパス、ターゲット22番、しかしこのパスはオーバースロー、サーダウンに移ります。インターセプト、クォーターバック11番ロングパス、しかしこれを取ったのは箕輪自由学園35番、箕輪自由学園ファーストダウン、中央へのランプレー、キャリア84番、箕輪自由学園ファーストダウン、試合時間残り2分を切ります。パス不成功、クォーターバック11番スクランブル、しかしこれを箕輪自由が止めて
ゲインなし。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。ナニバック34番オプションピッチを受け右オープン展開、ゲインはしておりますがフォースダウンとなります。ここでホイッスル。立命館後半3回目のタイムアウトを取りました。立命館ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。ターゲット22番。成功、ファーストプレーナンバー4の34、立命館ファーストアンテン。パス不成功。ここで試合時間がなくなりました。試合が終わりまして、立命館森山10点、箕面中学園21点で箕面中学園の勝利です。